2021年8月、トップダンディ5社長流星は東京青山の一角である人物を待っていた。改めてよく来たね。スタッフ総出で迎えられたこの日の主役は、2021年4月度月間売上1500万オーバーを達成し、店舗歴代記録を更新したゼン。本日はその功績をねぎらい、称賛すべく設けられた機会なのである。今回訪れたお店はレストランカシータ。ウェルカムドリンクでの乾杯、そしてシャンパンタワーのサプライズが行われた。しかし流星のおもてなしはまだ始まったばかりなのである。ウニのムースとコンソメのジュレと、そして生ウニが乗って、キャビアが乗って、キンパが乗って、もう分かりやすい。社長、これ従業員じゃないですか、本当。何度も言うけども改めて、1500万、売上記録更新おめでとう。はい、あの、ここに来るまでの間に製品が立って、本当にいろんな記録を更新してくれたからこそ、一つ一つそれをね、称えたいと思います。ということで、あの、一発目、前菜。次があるんですか？もちろん。ここの素晴らしいところは、僕もしっかり組んでるんだけど、その僕の予想を超えたサプライズがあるから、僕もすごく楽しみだから、一緒に楽しみましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。余談だけどさ、あの、本当に話聞かせてよ。でも僕もともとなんか1000万の予定だったんですよ。ねえ、したよね。でもなんか、空が2月に入店して、うん、空も若葉杯狙うみたいな時に、なんか空が1000万は欲しいってなったんで、なんか1000万以上が1人いるんだったら、まあ、歴代記録の更新に合わせて、出てたのが1500万っていう数字だった。でもさ、夢を語るのは違うだけどさ、思ったところで叶えられない場合の方が多い中で、はい、1000万から1500万ってのはただでさえ1000万のハードルが高いのに、それ 1.5 倍なわけでしょ。ましてやその時のキャリアまだたった8ヶ月じゃない。どうだったのその時の心境も踏まえて。お願いする時だけ連絡まめにするとかではなくて、なんか僕常日頃から連絡とかもまめで、接客とかにも手を抜いてなかったので、そこのお願いって誰一人首を横に振らなかったっていうか、じゃあ私もちょっと頑張れるっていう姫様が多かったので、その時どうこうであったか常日頃の行いになるから、まさしく、いや本当にそれ名言だよね。やることやってるから姫様がそこに期待に応えてくれる。やっぱり見てくれてるからね。どうだった実際自分が達成できたの？僕はなんか1500万やっとはではなくて、あ、まだまだいけるなって思ったんで、あと歌舞伎町って1000万台だったら結構、まあ、よくよく見たらいるという2000万からがコストなのかなって思ってるんで、まあ、そこの方針はどこかでしていきたいなって思います。もうライバルは自分自身だからね。その上で自分が超えた記録を自分がどう超えるかっていうのはもう自分自身なので、すごく心強いことがあけどちょっと嬉しいよ。よかったです。うん、じゃあそろそろ次のお席ご用意します。はい、参りましょうか。はい、流星さん、ゼンさんがですね、過去のインタビューの時みたいな面白さが今日出てないんですよ。ちょっと早いからか。そうです、もうこの時間やっぱ寝てます。いや、僕めちゃめちゃ起きてるんですよ、ね、めちゃめちゃ起きてるんですよ。飲まないとあんまりこう上がんないタイプですか？僕が決まるのは3時とか夜中の3時。営業後、プロの紐の技が味わえるのは何時ぐらいですか？あ、でもプロの紐は、はい、まあ、エブリデイ。あ、なるほど。いつ何時でも。いつ何時でも。流星さん、やっぱ、ゼンさんと、あの、面白いのが、やっぱ、社長の前で、営業後の方が調子いいって言えちゃうっていう。いつ突っ込んでるのかと思って。いや、僕、本当にアフターバーのが重いっす。せっかくなんで、あの、こちらのプレゼンテーションお願いします。ありがとうございます。今日、9品の前菜は、はい、まず、トマトとスイカのガスパチョ。あとは、かぼちゃのフィナンシェ。ライスコロッケ。こちらが、マダイ。豚もも肉。小肌。マグロ。ブラータチーズ。そしてこちらが、こちらもマダイですね。あとちょっと暑いんで、もちろんうちも用意しました。ああ、ありがとうございます。それ、僕やないですか。自分で自分を仰ぐのどうよ。いや、涼しいです。全だったらどれが一番この中で興味がそそう。カプレーゼ。じゃあカプレーゼ行こうか。カプレーゼこれ。うん、いいと思うよ。箸で大丈夫だと思うよ。うん。これ持って食べた方がいいですかね。うん、どっちでもいいと思う。ちょっとね、取りづらいからこれはそのままでいいと思うよ。これもう箸の持ち方はちゃんとしないと書かれちゃうんで。できるじゃん、綺麗。大丈夫。はい、いただきます、うんうん。僕はこういうのを食べるとすごくお酒が欲しくなるんだな。以前は日本酒とか飲むの？日本酒飲まないですね。プライベートで飲むお酒は何？カルピスサワース。まず、こういうお店は出てこない。わかりますか？お子ちゃまなんで。何か子供の時の何か憧れがあるの？めちゃめちゃ衝撃受けたのがプレミアムカルピスって知ってます？知ってますか？知ってます。うん、うん。プレミアムカルピス、なんか昔サッカー習ってて、コンビニに、うん、
ジュース買いに行った時にプレミアム隠しがあって、うん、一口飲んだら美味しくて持って帰ったんですよ、その残して、うんうん、で、もう毎日水出して、うん、かわいいなんかジュース買ってもらえなかったんですよ。何歳ぐらいの時？小学校2、3年生とかで。もそれがじゃあカルピスサワーの原点なんだね。はい、美味しいです、今で。デンさんって好き嫌いあるんですか？なんか大人になってなくなったっすね。でもなんかどっちかっていうとなんか好きなものが好きすぎて、はい、それしか食べないみたいな。ああ、偏っちゃう。多分一途な面があると思うんですけど。ああ、僕結構そうですね。ハマったら。なんかってことは、はい、女性に対して一途ですね。めっちゃギヤギヤしてる。またそろそろ別のお席をご用意しておりますので、はい、ご案内したいと思います。こんな一品一品移動する食べ方ってないですよね。ないっすね。他の階もあるんですよ、はい、次は、ね、席が変わるんじゃなくて階が変わる感じで、はい、お願いします。こんばんは。お待ちしました。ちょっと昭和っぽい感じ。同じグループ。場所を変え訪れたのはレストランカシータと同じビルの地下1階青山食堂。リプルームだ。はい、今日はこちらです。流星はおもてなしにおいて振り幅を大事にしている。このビル全体がカシータ。でもそれだけじゃないけど、やっぱりテナントがいくつかあって、今のところは本店なんだけど、どうしても固くなるじゃない。その端としてこの居酒屋があるんだけど、本当に居酒屋さんに来ましたね。カルピスサワーあるんですか？あるある、よいよ。アルコールなしで、はい、カルピスの何かを作ってもらえることは可能ですか？はい、かしこまりました。ガラッと居酒屋さんになって、うんうん、今回のここのテーマはもう見事ね、上半期のナンバーワンになって、そういう意味ではここではその上半期ナンバーワンのね、まずお祝いをしたいなと思います。あと上半期ナンバーワンおめでとう。はい、ありがとうございます。最初から上半期狙ってたの？いや、上半期っていう制度を知らなかったですよ。なんか5月ぐらいに、4月でやった後で、うん、どうやったら上半期どうこうみたいな話を聞いた時に、うん、上半期って何みたいな。それはなんか1月から6月までって聞いたんで、うん、あ、まあどうせやったら上半期とりあえず頑張ろう。なるほどね。でもね、あのやっぱ月末盛り上がったもんね、上半期もね。盛り上がったですね。次回も流星のおもてなしをお届け。一流が教える一流を育むための時間をお見逃しなく。